お久しぶりの日高さんで、あれタッチパネル式に変わってしまいました。前のタッチペンなくなっちゃいました。残念。日高さんで乾杯。うずら卵を頼んだのですぐ来ました。とりあえずいただきます。あ、いいお酒の当てでございます。カプセンで今来てます。やっぱり頭と皮でございます。いつもの定番のいただきます。散歩さんの大好きな軟骨来ました。これ軟骨さん、あ、軟骨さんじゃないや、散歩さん専用軟骨さんって言っちゃった。面白い。うまい。はじめ人間ギャートルズ並みだね。本当肉、肉を頬張る散歩最高だね。ぼんじりタレね、タレタレ、もう全然うまい。よかった。じゃあ問題です。よかったね。今日正月だね。行っちゃって行っちゃってカツ刺し、行っちゃって行っちゃって行っちゃってカツ刺し、行っちゃって。で、ゴムがついた分、うまい。おいしい。よかったね。いやいや、そんな焦って食べる必要ないでしょ。そんな。カミカミやな。グッド西川です。サンポちゃんの好きなたこ焼き実食。熱いたこぜ。カットです、カットです。熱々。朝7時からじゃないと、この時入らない。それで言うと、どっかでそういうハンパーレみたいなのでやってもいいんですよ。それまた私の食べかけ。あ、私の食べかけ食べてるけど、見てこれ、自分のところにさ、でっかいのがあってもさ、人の食べかけ取るの好きよね。なんでなんだろうね。人の食べかけを食べようとするんじゃない。大きいのがあるじゃない、食べてないやつが。すごいね、人のものを欲しがる典型的な人だよね。ハイエナ。ハイボールはちょっと飲めないんだけど、うん、ドラゴンハイボール飲んでみてください。無理無理。あ、すげえ、すげえ。はい、定番のもつ煮込み。はい、ネギチャーシューが来ました。いいね、パクパク食べれそう。
子さんの好きなフライドポテトを頼んだら細くねえと文句言ってますが、でも手は伸びると。はい、どこ行ってもフライドポテト、何が何でも食わせねえよ。ハッシュポテトって言って熱いからな。ラストの餃子行きます。どんどん小指立ってんね。どんどん実食でしょ。いいよ、熱いんだね。餃子うまい。やっぱね、そりゃそうだよ、そりゃ美味しいさ。日高屋さんだよ。最初に頼んで。あー、焼き鳥食べたかったんだ。餃子を抑えて焼き鳥食べたい欲求をなんか満たしたから日記も満足。日記が1個の半分をもうほら、まあ、食べてるとこで5個の餃子。何鉄。急いで3個食べるの巻き。すごいね。俺のもんだよ。3個だから3個。